皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。この動画ではですね、グローバルウェイのカカムーチョさんが、朝霞工業についての、ツイートをしていたので、そちらを見ていきたいと思います。で、他はですね、今日、グローバルウェイは、300円台で、値を固めてきているかなと。一段下げがあるか、ここから、また上に、上の窓を閉めに行くかというちょっと難しいところではあるんですが、他はですね、自分が注目している銘柄の IR など特になかったんですが、先ほど言ったですね、朝霞工業は一応チャートはこのような形に、なっています。で、フロンテをですね、昨日ザラ盤の中で、ストップ安付近まで下げて強い戻しで、今日プラスということで、かなりこう強い買いというかね、動きが入ってんじゃないかなと思います。で、フロンテを、そしてアスタリスクですね、今日は、マイナス 8% ということで、好材料出て、戻していた中でのマイナスなんですが、一応まだ中期線にね、下ヒゲついている状態なんで、今のところはまだ上昇のままなんですが、これもう一段下げると、また下の窓の方に行ってしまうのかなというところです。で、もうだんだん時間経ってきたんですけど、ボードルア、IPO でね、以前から言っていたんですが、チャートとしては、陽線の、下ヒゲがね、綺麗にこう、右斜め上にね、続いているような形で、この、線をね、自分で書いて、下回らない限りは、ある程度買いで入りやすいチャートなんじゃないかなと思います。で、リミックスですね。一回350で、超えたあたりでね、大きく下げたんですが、今ちょうどね、同じところまで戻してきました。なので、ここ超えればですね、もう一段上を目指したいのかなというところで、今のところですね、300超え、下回った時が、押し目になってはいるんですが、ここからもう一段、上に行けるかというところになっています。最初に言った、朝霞工業ですね、に関する、カカムーチョさんのね、早速ツイートを見ていきたいと思うんですが、あとはですね、最近の IPO、湖北工業が、8000で、上髭をつけて、今日は 6% の下げというところで、大きく上げていたんでね、初日5000円台からも一気に8000までいったというところと、ハイブリッドテクもですね、チャート的にはちょっと厳しいかなと思いますが、長い目で見て面白そうな業種というかね、会社じゃないかなと思うんで、安いところをね、ボードルアみたいな感じでね、見極めて拾えたらなと思います。ではですね、早速、カカムーチョさんのツイートの方を見ていきたいと思います。こちらグローバルウェイのカカムーチョさんのツイッターなんですが、朝霞工業はだいぶ前から仕込んでいたので、1700円台でも十分に利確できたと。想定していたよりも寒波のニュースに対して弱かったので利確したと。朝霞工業は利確した別の銘柄を仕込み中ということで、今のところですね、こうツイート出てきてるのは、朝霞工業と、クックビズと、ビーブレインでしょうね。っていうところがあるかなと。で、そのうちの朝霞工業は、売却したということになってます。で、あとはですね、テンバーガーが狙えるメタバース銘柄をテーマに企業分析やインタビューを実施して、企業研究、リサコで記事を作る方針が決定と。記事は会員向けのみに配信する予定で、カカムーチョをフォローしている人のみ対象ですということで、
まあやはりね、ここから5倍10倍狙うってなると、まあすでに上がっちゃってるところはありますけどね。まあ今例えばシーズメンとかもね、結局大きく上げて下げたんですが、平均線に沿ってね、強い戻しとなっていますし、やはりこう市場規模とかね、サプライズとかね、上げ幅、伸びしろで言うと、やっぱりメタバース関連、テンバーガーの銘柄がいくつか出そうだなというところです。で、まあもう年末になってですね、特に、IR というかね、市場の動きもだんだん鈍くなってきてですね、IR も特にないので、まあ、今回は以上になります。で、明日、まあ、今年最後になると思うんですが、の取引でまた、最後ね、銘柄チェックして、そこからは、来年の取引まで、まあ、銘柄分析とかね、いつもあんまり見ない、銘柄などを見ていければなと思います。で、右上のところにですね、自分がやっているブログのリンク貼ってありますので、よかったらチェックしていってください。で、よかったらですね、チャンネル登録、していただいて、また、別の動画も見ていってください。今回は以上になります。ありがとうございました。